皆さんこんにちは。今回は1試合でキャリアを台無しにした選手を紹介します。サッカーには MVP といって1試合で活躍した選手を表彰する制度がありますが、残念なことにその逆もあり、たった1試合でキャリアを台無しにした選手もいますね。では一体どんな選手が転落してしまったのでしょうか。一体誰がランクインしているのでしょうか。あなたの知っているあの選手も入っているかもしれません。それでは一緒に見ていきましょう。まず最初にご紹介するのは、元コロンビア代表のファン・スニガです。スニガは豊富な運動量とスピードが武器の右サイドバックでした。セリエでは主にナポリで活躍していて、積極的な攻撃参加が売りでしたね。そんなスニガでしたが、2014年のワールドカップ準々決勝、ブラジル対コロンビア戦で一気にキャリアを転落させてしまうのです。スニガはこの試合でなんとあのネイマールに怪我をさせ、彼を病院送りにしてしまうのでした。この試合はブラジルがなんとかコロンビアを退けますが、その後ネイマールは欠場してしまい、準決勝でドイツに敗れます。この大会はブラジルの威信をかけた大会でした。ブラジルは優勝以外許されておらず、ネイマールもほぼ全ての試合に出場し、活躍することが期待されていましたね。しかしスニガがタックルをしたことでネイマールは大会から去ってしまいます。エースを欠いたブラジルはドイツに 7-1 と歴史的大敗を喫しますね。この時誰もがネイマールがいればと思ったのではないでしょうか。もちろんサッカーでタラレバを言ってはいけませんが、エースがいたら違う結果になっていたかもしれません。当然スニガにブラジルサポーターの攻撃が向かいます。もちろんスニガはわざとネイマールに怪我をさせたわけではありません。しかしこの時のスニガはネイマールに後ろからタックルしていて、非常に危険なプレーでした。もちろんワールドカップですから選手は全員本気です。親善試合のような生ぬるいプレーをする選手は誰一人としていませんでした。しかし何でもしていいというわけではありませんよね。スニガの悪質ともいえるタックルは批判を浴びました。中には殺害予告まで送ってくるサポーターもいて、またスニガ自身が射殺されたというデマも広がるくらい、このタックルは話題となりましたね。スニガはこの試合を境に評判を落としていきました。怪我が重なり試合出場が減っていきましたね。翌年の2015年にはサンプドリアへの移籍が噂されましたが、破談となりました。代表へも2015年以降はほぼ呼ばれなくなり、実質上の代表引退状態でした。そして2017年にはナポリを退団します。ナポリ退団後のスニガは2018年の1月にコロンビアへ戻りました。そしてアトレティコナショナルへ加入しますが、7月に引退することが決まります。ネイマールの件から4年後の出来事でしたね。ワールドカップでのあの危険なタックルさえなければ、ピッチ外での騒動もなく素晴らしいプレーができたかもしれません。いかに真剣勝負の試合といえども、危険なプレーは絶対にしてはいけません。スニガ自身、あのタックルはわざとではないと言っていますが、たった1試合危険なプレーをしただけで落ちぶれてしまいましたね。フェアプレーの大切さがわかります。それでは次の選手を紹介しますね。次は元ブラジル代表のロナウジーニョです。ロナウジーニョはトリッキーなプレーとイマジネーション力に優れた選手でした。まるでサッカーをするために生まれてきたかのような選手でしたね。ブラジル代表でもバルセロナでも不動のスタメンとして活躍します。ロナウジーニョのプレーはまるで魔法使いのようで素晴らしく、2005年のクラシコではアウェーのベルナベウでゴールしたにもかかわらず、ライバルのサポーターであるマドリスタから拍手されるほどでした。しかしこんな素晴らしい選手だったロナウジーニョも、ある試合をきっかけに大きく調子を落としてしまいます。それは2006年のドイツワールドカップ準々決勝、ブラジル対フランス戦でした。ロナウジーニョはこの試合でそれまでのポジションとは違う場所で使われます。ブラジルはこの大会で 4-4-2 を使っていました。ロナウジーニョは左サイドに配置されていましたね。ですがフランスに挑むにあたり、4-4-2 では守備面で不安がありました。そのためフォワードをロナウドのワントップに減らし、ロナウジーニョとカカをその後ろに配置しました。そしてボランチにジュニーニョを置き、3センターハーフとしたのです。
この変更によりロナウジーニョはより攻撃に集中できるはずでした。ところがこの試合でロナウジーニョは全くと言っていいほど機能せず、フランスに1対0で敗れてしまうのです。もちろんこの試合はロナウジーニョだけが悪かったのではなく、運動量の少ないロナウドをワントップに置いたり、守備的な布陣を敷いていたフランス相手に同じく守備的な布陣で挑んでしまったという戦術面のミスもありました。しかしそれを考えてもロナウジーニョの活躍はほとんどなく、ブラジルは準々決勝で大会を去ってしまいます。ロナウジーニョの大会になるとまで言われていたのに、あんまりな結果でしたね。この試合を境にロナウジーニョのパフォーマンスは落ち始めます。もともとブラジル人選手は遊び人の傾向があり、ロナウジーニョもしばしば夜遊びに出かけるなどプロ意識に欠けた行動がありました。2006年からはそれがフィジカルに影響を与え、怪我が増え始めます。練習時間を減らして夜遊びにふけっていたためですね。バルセロナでは使い物にならないと判断されてしまいます。ロナウジーニョは2008年ミランへと移籍しました。しかしミランへの移籍後も時折才能を見せる場面はありましたが、基本的には平凡なプレーに終始し、かつての輝きを取り戻すことはありませんでしたね。移籍2年目こそハットトリックを決めるなど多少の活躍はしましたが、バルセロナ時代の輝きはすっかり消えてしまっていました。2006年ワールドカップでブラジル代表として優勝していれば、ロナウジーニョの転落はなかったのかもしれません。それでは次の選手を紹介しますね。次は元アルゼンチン代表のパブロ・アイマールです。アイマールは華麗なテクニックと天才的なセンスを持ち、ファンの間では魔術師と呼ばれていましたね。所属していたバレンシアでもその才能を発揮して、2003-2004 シーズンはチームをリーグ優勝に導きます。まさにファンタジスタという名前にふさわしい選手でしたね。ですがある試合をきっかけにアイマールはパフォーマンスを落としてしまいます。きっかけは2004-2005 シーズンから新たに監督となったラニエリです。彼は守備的な戦術を好む監督でした。そして攻撃の要であるアイマールにも積極的な守備を命じたのです。しかもトップ下が最適ポジションのアイマールを左サイドで使ったり、ベンチスタートにしたりと散々振り回しました。アイマールはこの影響によってプレースタイルが定まらず、徐々に調子を落としていきましたね。そしてシーズン終了後の2006年ワールドカップがアイマール転落のきっかけとなりました。彼はこの大会でスタメンの座をリケルメから奪えず、サブメンバー扱いとなってしまいます。途中出場こそあったものの、かつての輝きはありませんでした。しかも準々決勝のドイツ戦では途中出場すらなく、チームは PK 戦の末に4対2で敗れてしまいましたね。もちろんリケルメも素晴らしい選手ですが、アイマールもいい選手です。本来であればバレンシアでの好調を維持できていたはずなのに、監督が変わったせいで無理な戦術を押し付けられ、結果として評価を落としてしまいましたね。そしてワールドカップで活躍できなかったバレンシアでも戦力外に近い扱いを受けます。2006年のワールドカップ終了後、彼はサラゴザに移籍しました。そこでは友人のダレッサンドロもいたため、連携プレーで時折活躍する試合もありました。しかしかつての輝きを取り戻すまでには至らず、アイマールはサラゴザを2008年に退団しましたね。その後はポルトガルのベンフィカやマレーシアのタクジム FC でプレーした後、2015年に引退しました。栄光を極めたのに、その後の監督の采配や代表でのポジション争いで調子を落としてしまった選手でしたね。2006年のワールドカップドイツ戦で出場機会があり活躍していれば、彼のキャリアももう少し違っていたかもしれません。それでは次の選手を紹介しますね。次は元ガボン代表のピエール・エミリク・オーバメヤンです。オーバメヤンはスピードが持ち味の選手で、左サイドの突破は相手チームにとって脅威でした。またゴールへの嗅覚も素晴らしく、アーセナルではゴールを量産していましたね。しかしオーバメヤンはある試合がきっかけで大きくパフォーマンスを落としてしまうのです。2021年3月14日のプレミアリーグ、アーセナル対トッテナム戦でオーバメヤンはなんと先発落ちしてしまいました。
なぜ絶対的なエースのオーバメヤンがスタメン落ちしてしまったのか疑問に思った人も多かったでしょうね。理由はいろいろ言われていますが、一説によると遅刻が原因だそうですね。アルテタ監督は規律違反があったと言っていましたが、何の規律に違反したかまでは明らかにしませんでした。しかしマスコミの予想では遅刻が原因だということでしたね。オーバメヤンはアーセナルの前に所属していたドルトムントでも遅刻の常習犯としてたびたび処分されていたため、アーセナルでも同じことを繰り返していたのでしょうね。2021年12月には度重なる規律違反を理由としてアーセナルのキャプテンを剥奪されます。そして以後すべての試合でオーバメヤンはベンチ外となりました。サブのメンバーにも選ばれなかったので、よほど大きな規律違反があったのでしょうね。オーバメヤンはその後2022年2月にアーセナルとの契約を解除します。そしてバルセロナに移籍しますね。これにはみんな驚いたことでしょう。オーバメヤンはバルセロナではハットトリックを決めるなどそこそこ活躍しますが、スタメンにはなりませんでした。あの試合で遅刻騒ぎがなければまだアーセナルで活躍していたかもしれません。たった1試合がその後のキャリアを落としてしまいましたね。それではいよいよラストの選手を紹介しますね。最後に紹介するのは元ドイツ代表のメスト・エジルです。エジルはトルコにルーツを持つ選手で独特なテクニックを持っていました。ドイツ代表やレアル・マドリードでも不動のトップ下として君臨しましたね。2013年にはアーセナルに移籍しました。レアル・マドリードが受け取った移籍金はなんと55億円でしたね。当然アーセナルでも活躍が期待されていました。ところがエジルはある試合をきっかけにパフォーマンスを落としてしまうのです。その試合とは2013-14シーズンチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアーセナル対バイエルンでした。この試合でエジルは相手選手のボアデングに倒され PK の機会を得ます。蹴るのは当然倒されたエジル本人。誰もがゴールを期待しましたね。ところがエジルはこの PK を外してしまうのです。これにはファンも大失望でしたね。試合も0対2でバイエルンに完封負けを喫してしまいます。 PK を与えられたのは前半8分でした。ここで入れていれば先制点となっていましたから、試合結果も変わっていたかもしれません。もちろんサッカーにタラレバはキングですが、ファンとしてはどうしても考えてしまいますね。エジルはバイエルンとの第2戦にも右サイドハーフとして出場しますが、怪我をして途中交代してしまいます。試合は1対1の引き分け。アーセナルは第1戦を落としてしまいましたから、トータルで1分け1敗となり、チャンピオンズリーグは敗退となってしまいます。この頃のエジルはシーズン前半こそ活躍したものの、年明け後半から徐々に調子が落ちてしまっていました。スピード不足やメンタル面での弱さが指摘されていましたね。エジルはその後調子を取り戻し、リーグ MVP を獲得したこともありましたが、2019-20年には監督のエメリから構想外を言い渡されます。この頃のエジルは怪我が多く、またエメリ監督の戦術にも合わないことからベンチにすら入らない時もありましたね。2019年12月に監督がアルテタに変わってからも、エジルは構想外のままシーズンを終えます。彼の不遇はその後も続き、2020-21シーズンではなんと登録メンバーから外されてしまうのでした。いくら起用する予定がないといっても登録メンバーには入れるのが普通です。登録しないと試合に出られないですからね。それにもかかわらずエジルは登録されませんでした。これは事実上の首を意味します。エジルはこれを受け移籍先を探しました。そして2021年1月、トルコのベシクタシュへ移籍しましたね。当然活躍が期待されましたが、エジルはここでもトラブルを起こします。2021-22シーズンのヨーロッパリーグ第3節、フェネルバフチェ対アントワープ戦でエジルはとんでもない暴挙に出ます。彼はスタメンとして出場し、後半に途中交代で下がるのですが、なんとその時に水の入ったボトルを蹴り上げシャツを脱ぎ捨てたのです。これには監督も怒ってしまい、その後エジルがスタメンで起用される機会は減っていきましたね。そして2022年3月、エジルはメンバー登録から外されます。
まるでアーセナル在籍時の悪夢が繰り返されているようでしたね。かつてオズの魔法使いとまで言われた天才選手のキャリアが終わった瞬間でした。2014年のチャンピオンズリーグバイエルン戦で PK を決めて活躍していれば、その後のキャリアも順調に進んでいったはずなのに、たった1試合のミスがその後のキャリアを台無しにしてしまいましたね。今日はたった1試合でキャリアを台無しにした選手5人を紹介してきました。どの選手も優れた才能を持っているにもかかわらず、たった一度のミスでその後の人生が茨の道になりましたね。サッカーで成功するには選手自身の才能や努力だけでなく、一試合一試合を大切にプレーするという真摯な姿勢が大事だとわかります。この動画を見てる人で他にもキャリアを台無しにした選手がいるよと思った人はコメントで教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。